なんだこれもちょっとまたこの面でもう恐怖だよ。前や回ばい見てるよことれもうまたかもお前らって言われちゃう。またかお前らって言われちゃうまたやってるって言っまたてるやってるっつって。よみんな またお前らここでボロフルボッコかっつっいやいやて。もう今回は勝つからもフルう誰もいねえわ。ちょっとちょっとちゃんとしてちゃんとしていっぱいいるいっぱいいるいないから2人ぐらいしか組み方ちょっと待って変なとこぐる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 どうしようこれ。とりあえずどっか攻める。どこから行こう。こっちから行こう。こっちから行こう。攻めてみようかなと思ったんですけど。はい。あやばい。みんな味方超やられてる。さあ、皆さんもうお分かりだと思うんですけども、うわーやってますか。あやれた。嘘そんなにいる？とりあえず、はい、とりあえず二人のねプレーをねちょっと見守っていただきたい。オーレビラボメント。くる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 。何なんだよ。いやダメです聞い取られないでくださいよ。いや僕のクルクルポーニー。いっぱいいる。いっぱいいるから。いっぱいいるからもうルパンさんのクルクルポーニー聞い取られてる。クル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 ポーダメだよもう。ポン。おいい。いいよいいよ。咲いてますから。咲いてます。脳みそに。脳みそに花が。花が。だいぶ咲いてますから。知ってますよ。知ってますか。明けましておめでとうございます。そうですよ、そうですよ。明けおめ、今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとリロードさせてください。はい、はい、どうぞ。ああ、びっくりした、味方か。うわ、土台ださん、いい感じ。いや、僕全然良くない感じ。嘘。あった。うわ、怖え、怖え。さあ。これまだね。明けおめショットみたいなないですか。明けおめショット。ないね。ないですね、そんなの。ね。どうしよう。うわなんか死んだ。なんか死んだ。わかんないもう。今の明けおめかな。めっちゃうまかった。いいいい。あもうちょっと待ってよ。もうちょっと待ってよ。しっかりしてよ。マジやあんたもう。マジや。こう休み明けが影響してんじゃないですか。そうかもしれない。そうね。ちょっとね今舞台頑張ってるから。どうぞお疲れ様です。あちょっといっぱいいるからなんかあそこまた私たちが前回やられまくったこのマップで。本当だよね。わあきついなこれ。負けられちゃった。あぶね。この人たち壁走りしてくんのよ。うまいのよ。いやいや私は当てづらいんだよ。いいんだけど。全然いいけど。うまいんだけど。わっドンってやられとる。玉木さんちょっと待ってて。うおなんか飛んでる人いる。味方だった。上でもちょっとちょっといける？誰か味方がやられちゃったどうしよう。やられちゃった？やられちゃった。ダイダラさんこっち来てやれやれ。あなんか死んだまた。ああもう。くそ。あれもうでもどうなの？壁走れって言ってるみんな。みんな壁走るよね。うわ味方負けてるの？負けてますね。負けてる大だら大だら。俺何もしないよ今回ちょっと。大事な年明け大事な一発目ですよ。そうだよ。演技がさ。はい。ここに投げちゃったよ。頑張ります。今年の壁走れってみんな言ってくれるから。ね走るわ。ちょっと待ってよ。わなんか。あ、いいねこれ。壁どんどん下に行っちゃうんだな、これ。おぉ。うわなんかなんか、すごい運んでなかった、今。運んでたけど。運び屋あらら。運び屋。大田さん、後ろにいる。あ、なんかやられてた。なんで死んだの？なんか、わかんないけど、行かれた。ちょっと待って。あー、切っちゃった、切っちゃった、切っちゃった。切っちゃったよ。切っちゃったよ。いつも切っちゃうんだよ。これね、こういう角度じゃないとね、あの、ナビゲーさんの画面が見えない。あらあら。どんまい。全部見てください、ルパンさん。お願いしますよ。今どうなってるか。いやいや今どうなってるか。今どんな感じなんだろうね。ちょっと。まあでも楽しそうにやってるのは伝わってくるけど。実況してくださいよルパンさん。今ナメヘイさんが48ポイント。はい、そして、ダイヤラさんが、30ポイント。何の話をしてるんですかルパンさん。違う。同じチームで仲良くやってますよ今。そうした。あの数字なんだっけ？あの数字は敵対味方の。そうだ。あの数字は敵対味方で下が敵です。上が味方でした。51対59ですから。はい。いやもう54対60ですから。どこにいる？玉木さんは本当にガチゲーマーですので皆さんね玉木さんのプレイを見ながらね僕のプレイは見ないで。あそんな感じでお願いしますよ。わかった。こっからだと見えるわ。ちょっとが今。うわぁ、イモってるイモってるからもうイモってる分かってる分かってる、俺ダイダラの画面見てたんだ。ああ、いいっすよ。うわでもね、ナミヘイさんの画面だった。何ナミヘイルパンさん、今日なんか大丈夫ですか？大丈夫だよ。やばいやばいやばい、もうちょっと待って、これ慣れてないからこういうピョンって。ねぇ。
おお、誰だ誰だ誰だ、今玉木さん今のね、なんか俺とずっとぶつかり合ってたよね、ぶつかり稽古してたよ、ね、ぶつかり稽古してたやられちゃった、後ろにいるよ、祈ってるは覚えたよ、やべえ、なんか撃たれた、あ、うわ、撃たれたね、みんなはさ、ね、結構コールしてんのかな、そうか、リスナーさんもみんなコール勢なのね、だったらね、ちょっと俺たちを、俺たちを上手くなる方法教えてよ、本当にどっから攻めた方がいいよとかね教えて教えて、本当でもなんか毎回教わってるような気がするけどな、ね、全然身についてないのかな、身についてない、あ、負けた、気合、あ、終わっちゃった、でもさ、1.07 だったよ、玉木さん、ひどいけど、すっごい16キルしてる、はい、でも15デスしちゃったから、ね、結果ね、あんまり、うん、ちなみに僕は 4キルです、嘘でしょ、15ですって何なのイエーイ、はい、明けましておめでとうございます、楽しい、イエーイ、あ、戻りましょうか、はい、はい、これ抜けないと、あ、そうです、そうか、このままやっても良かった、ね、気はするけどね、ちょっと今、いやいや抜けるんで、まつなぎしといてください、喋っててください、そうですよ、改めまして、ね、もうくる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 ポンダメかな、これ流行んねえかな狙ってんすか、なんか流行語、割と狙ってんだけど、はい、みんなも使っていこうね、うん、ぜひお願いします、くる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 、はい、そういうわけで、はい、戻ってきませんね、もうちょっと待ってもうちょっと来ないでください、ちょっと立ち食い、もう一回もう一回もう一回立ち食いそば屋みたいなことになってますけど、もう一回お願いします、お願い立ち食いそば、はい、はい、くるぽん、はい、くる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 ぽん、はい、ありがとうございました、そっちだった、そう、はい、戻ってきてください、覚えましたからね、あの赤いランプね、赤いランプが現在のカメラです、カメラ、そうです、はい、だから試される瞬間あるかもしれませんよほら、あっちあっち、ほら、おお、すげえ、大丈夫、若さになるとか、おお、すげえ始めましょう、はい、始めましょう、はいはい、そういうわけで改めまして皆さんこんばんは、こんばんは、すでに始まっております、はい、ポッカギ TV、玉木奈美のゲーム制服、本日司会を担当させていただきます、くる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 ポン、電撃オンラインのルカンコリンでございます、イエーイ、いや、しつこく続けることが大事かな、今日キレッキレですね、いやいやいや、そうでもないですよ、さあ、それではそういうわけで、はい、主役をご紹介いたしましょう、はい、どうぞ、歌って踊れるゲーマー玉木奈美です、くる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 ポン、あ、かわいい、そうですよ、いや、さすがですね、で、きっとこの人もやってくれると思いますよ、はい、マジかよはい、どうも、歌えない、踊れないゲーマー、ダイダラです、くる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 、ポン、あ、かわいい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 、なんで、ふざけてんの、かわいい、ふざけてない、やられたの、厳しい、そうか、そうか、ふざけてるわけじゃないじゃんね、はぁって言われてるはい、そういうわけで新年一発目となりますが、はい、今回もこのメンバーでやらせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします、じゃあちょっとね、玉木さんの方からタイトルコールをよろしくお願いいたします、はい、玉木並みのゲーム制服、今日はコールオブデューティーブラックオプス3に出撃ということで、皆さんラストまでついてきてください、イエーイ、ビシッビシッはい、頑張りましょう、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、はい、あ、カリネ抜けてましてですね、カリネくるくるくるポンに気を取られておりましたですね、3ページ目ですよ、はい、ちょっと説明させてもらっていいですか、はい、はい、ありましたよありましたよはい、とりあえず東海劇 TV の、ご説明をさせてください、はい、東海劇 TV とは、9月1日から東海劇までの151日間、うん、毎日平日は3番組、土日は特番でお送りする、うん、日本最大級のゲーム番組放送局となります、はい、今回の放送は電撃オンラインが担当する番組でございますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、っていうんで波平さんだったね、自己紹介、自己紹介だったんですね、流れ は, っちゃった、はい、これがこればっかり考えた、意外となんか、ね、楽しかったですからね、これもう出しちゃったから、はい、ありがとうございます、はい、はい、そういうわけでですね、うん、ちょっと冒頭にも出ましたけども、はい、どうですか、やってらっしゃいますか、ちょっとなまってる感じしませんか、なまってましたね、なまってますね、いや、玉木さん全然なまってないでしょ、なまってますよ、だって全然触れてなかったから、そうだ、そう、いろいろありました、舞台とかありましたからね、そう、今もね、本番中なんで、それ触らないとやばいなと思ってますよ、だよね、だからということで、うんうん、今回も、まあ、せっかくねホールということで、うんうん、マルチプレイヤーモードで、うん、ひたすら敵の撃破を目指そうスペシャルということをやってる、むちゃぶり、今さ腕がなまってるって言ったんですか
オンラインにね。いや、僕もあんまできてなかったんでちょっときついですよこれ。ちょっとお正月とかね、うん、まあ、舞台もお忙しいから、はい、やっぱちょっと対人戦とかやってないなと思って。全然やってない。一応ちょっとスタッフが悩みに悩んで、うん、いやまあ対人戦でしょ。無茶ぶりですよ。なるほど。まあまあまあでもやる、ね、まあまあそうですね。やればやるほどね感が戻ってきますからね、うんうん。頑張っていきましょう。やりましょう。はい。そういうわけで早速やりたいと思いますよ。うん、なんでねまたあの例によってあのお二人はちょっとあの前の方でプレーするんですけども、はい、あのその前に一応ちょっと目標がないといけないかなと思って、せっかく対人戦を目指すということで、うんうんうん、ということであのまあお二人の方が詳しいかもしれないですけど、キル数、うん、キル数、はいはいはい、はい、さっきダイダラさんが4だったやつ、そう言わないでよ。ああまあまあまあもうみんな忘れてね、そこまだキル数を2人足して50、はい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 、うん、2人足してだよ。1回番組中に、番組中に2人のキル数を足して50いけば、今日実はまた預かってるんです。預かってるというか、まさか来たこれ、はい来ました。私たちが欲しいやつ。そうですよ。Tシャツブラックオプス3の、はい、ブラックオプス3の T シャツ M サイズ、こちらを2名の視聴者の皆さんに、欲しい。あでもあれですよ、だからあなたたち2人が50キル50達成したらですよ。2人で行けばいいから、うん、大丈夫ですよ。大太郎さんが49行ってくれればいい。いやいやいや、 1しか倒さないですか。まあ割とでも2人の動きを見てればね、まあ、きっとやってくれるんじゃないかなと思って、はい、まあ、何でもやっぱ目標が必要じゃないですか。大事。でもまあ番組中だったらね、頑張れそうな気がする。だから今回の番組の、KPI、うん、KPI は、50です。何すか KPI って。キルキルポンポンいっぱいいっぱいです。もう適当じゃない。今からギリギリ間に合いました、はい、いっぱいいっぱいが危なかったです。キルキルポンポンいっぱいでいいかな、はい、はい、じゃあ、はい、キルキルポンポンいっぱいを、目指して50まず目指して頑張っていきましょう、頑張りましょう。じゃあ早速、お二人は前の方に、ね、はい、じゃあ行きますね。ゲーム画面が近い方がやりやすいですから。そうなの、そうちょっとねちょっと離れてるからね。そうなんですよ。ちょっとちなみにあの波平さん、僕真ん中座っていいですか。しょうがないなぁ。また玉木奈美になっちゃうんですか。玉木奈美はルパン小島なんですけど、ちょっとぜひあのねここに来ないとね、ナミエさんのゲーム画面が見えないよね。シュールですよね。シュールですね。行、ね、うん、きます？行、ね、っちゃいます？はい、行っちゃいましょう。じゃあ今からオンラインに出撃ビシッ。ビシッ。ビシッ。でもねまずね、これねレベルが低いから最近もうみんな結構 ねランクが高いんですよ。ね。おマッチングもうまいことしましたよ。おお入ってないじゃねこれ、これ。入ってない。嘘、一緒に入ってない、入ってるはずなんだけどな。入ってるかな、あれ入ってる、いないよね。嘘、置いてきちゃった、置いてきちゃった、俺置いてきちゃった置いてきちゃった、置いてきちゃった、あれまた、あ、一人になっちゃった。なんで一人になったの。マジか、早く来てください。ルパンさん、ちょっとくるくるくるポンしててください。そっちで、そっちで入って、じゃ準備できたら声かけてくださいね。そっちに入っちゃった、はい、そういうわけで、お願いです。これで、いやもうね、お、準備整った、大体の話整った。ナミエさんは入ってますよ。入ってます。じゃあ、マッチングするまでね、マッチングするまで待ちましょう。マッチング、なんかこう、行く前にこう高揚する何かないです。へいへいへいみたいな、ないですよ、なんかへいへいへいナミヘイみたいな、そういうのが、はい、へいへいへいナミヘイみたいな。あれなんか正月モードが抜けなくて、あの魚菓子みたいな。大丈夫ですか。ルパさん、なんか酔ってます今日も。いや、酔ってる。なんか顔赤いっすよね、なんかちょっと自分に酔ってるんだよ。相変わらずだなと思って。一回組み直した方がいい、うん、マッチング待ちです。ただいま入ってこないね、入ってこないね。一回出る、一回出る、一回出るよ。みんなやってますか。みんなやってますか、ね、どう、ちょっと皆さんやりましょうよ、うん、みんなもね、マッチングチーレス行って、俺たちチーレスね、マッチング狙ってみて、ね、スナイプしてみてよ、ね、本当、うん、やってんの。あ、じゃあぜひ、あ、やってる、やってる人いるから、ぜひ ね、 ね、ありがとうございます、いじっていただいて。今カンペでルパンさん頑張ってつないでって言ってる。あ、そう、髪が伸びたんで、ね、ルパンさん、いや髪が伸びましたけども、ちょっとねこの
毎回言ってるんですけど白髪がねだんだん目立ちちゃってねこれをどうにかするっていうのがまず2016年の最初の課題でございます、はい、さあそういうわけでどうですか白髪ある男性はまあ別にあんま気にしないですよ、まあ、あそうですか、うん、そうですかさすがヘイ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 痛いだけですよそうです今日ちょっと用意してマッチングされないのよなぜか、ね、さっきまで順調だったのにね、うん、そうですよねめっくり行きましょうか、うん、カビみたいってカビみたいカビみたいカビ生えてるんですかカ カビが生えてるんだ、ね、これカビだったのかなカビですかって言われてるカビですね時間的に大丈夫、うんうん、そうだ ね, そうだねルパンさん金髪にしたらってそれもちょっと一向ですね、うん、でもだから染めるの大変だからもう抜いちゃえばいいんだよな色をな抜いちゃえばいいの確かに確かに抜いちゃえばいいんだよ逆の発想だよなそれは、うん、そうだよなもう抜いちゃえ白に白にするの白にはなんないんじゃないかあ、なるか白髪だもんねすまん、言い過ぎた言い過ぎ、いや、全然言い過ぎじゃないよ謝られた方が嫌だよね全然もっともっとね俺はもう本当コメントしか読めないから大丈夫です本当白髪もダンディでいいですよよしよし確かに始まりましたよあ、始まりましたやった、はい、よかったじゃあゲーム画面もお願いしますそうだ気楽にやろうってあるんでね50でも行かなきゃいけないから50ですよ、キルスプレゼントあるんだったそうみんなにプレゼントしなきゃいけないからいらない人俺のために書いてくれる T シャツがありますからで、事務所のがもう家で俺に送って送って私も T シャツ欲しい、ね、玉木さん当たったら玉木さんの事務所に送ってあげてねじゃあ、うん、よし行きましょうかあ、してやつらを炙り出してはいじゃあマッチングしますチーですよろしくお願いします始まりましたお願いします軍曹だけ頑張れじゃあ俺も応援してよアイダーさんそっち行くどこ行くこっちどっちどっち行こうよこっちいなくなっちゃったたまにまあいいやさあ始まっております、全然マップが分かんないマッチ、南、アムド、ガイダラはいどうですか参加したチームは結構強い感じですかいやまだ分かんないですまだ分かんない始まったばっかですからねルバさん始まったばっかりでもなんか感覚的に分かるでしょ強いんじゃないあやばい誰ぐらいダメだ今負けたダメだ負け強いっす敵強いっす敵強いやばいっすわこれ本気だわさあ今取ってるのは2ポイントか2ポイント玉木さん1人ずつだよねはい切るの目標は確保しいですねワイプのワイプで映ってる人物、まあ俺も映ってますけど、ルパンさんが今はナミヘイさんです、玉木さんですが、はい、これが連動してますから、なるほど今ワイプ小画面のワイプ映ってるとあ今これダイダラの画面になりましたね、そういうことですか、はいはいはい、打ち勝てねー、うん、僕が映っていたい病なんで、水中にね結構強い人いる、嘘、気をつけて、ね、投げ海に潜ってたら危ないよ、味方みんなここにいるけどここにいすぎじゃない？っていうか所詮相手のチーム強いんじゃないこれ？そうかもしれない。ね、今玉木さんの後ろずっとストーカーしてる俺。そうでしょう。待ってる玉木さん。さあ今ダイダラ早く。玉木ダイダラチームは。ダイダラ早く。待って待って。ダイダラ早く。追っかけてる。6ポイント。待って。片や相手チームが13ポイント。キル数的に。頑張れ。もう一人いるからもう一人いるから。どうですか？二人ちゃんとキルってます？いや僕まだゼロですよ。まだゼロ。玉木さんどうですか？玉木さんどうですか？キルか。よし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 、キルってるよ。おうまい。そうでしょう。キルキルなみなみ。キルキルなみなみ。なんすかそれ。ダイダラさん勝ったその人。その人に勝った。それ負けた。負けたの。あとよろしく。一生懸命こう盛り上げようとして、キルキルとか言ってるのにさ。だよ。キルキルミチルだよ。知ってる？キルキルミチル。わかんないです。知らないでしょ。シルシルじゃないの？お。さすがです。へいへい。なみへい。乗ってきた絶好調っすねねえ、ナミヘイさん乗ってきたんだダイダラがやってくんないからさあっちにいっぱいいるよあっちにいっぱいいるよだから行っていく俺も3人ぐらい3人ぐらいがちょっと嫌だなこの番組始まってからだんだん玉木さんがねダイダラに対して厳しくなったなんかもうちょっと優しくしてほしいんだよな俺はいやいや、いいんじゃないかこんぐらいでいい、良くないよだってナミヘイさんから全然やられちゃってんじゃないかなやばいやばいね、あばばばばばいいと思いますよダイダラを鍛えないといけないから軍曹お願いします最初僕も野村編集長から小島さんって言われてたんですけど最近、はい、おいルパンですかだんだんこの半年間ぐらいで名前の呼び方が変わってきました、ね、慣れてきたんですねそういうのは慣れてきた下克上ですよ、はい、言ってみれば下克上、うん、それルパンさんも坊主になるわないや本当もうくるくるポンポンですよもう大変ですよさあ今、ただいま、30相手チーム強いね半分だいぶ33相手チームが33ポイント玉木ダイダラチームのいるチームが16ポイントそうですねこれやばいですねいや今でもまあ個人キル
今どうなんですか。個人キル数は今玉木さんが、7キル。7キル。はい。で僕はちょっと言いたくないですね。言ってくれよ。わかんねえから。わかんねえから言ってくれよ。二人足したら三だ。行くぞ。行くぞ。ついてきます。まあ、ちょっと落ち着いたらでもいいからちょっと途中経過教えて、はい、いや分かりました、うん、いや僕まだゼロなんで実を言うと何やってんの。いや何してたんだ今まで何してたんだよ。本当申し訳ないです玉木さん。ダブルポイントです。ダブルポイント、はい、頑張れ軍曹頑張れ軍曹、はいはい、今大ダラの画面ですよ。うわー映しじゃ欲しくない。よしじゃあちょっと今おあ軍曹が弾け飛んだ。ランディコンうわランディコンいけるどこいる。どっちどっち味方のところに。おなんか死んだちょっと大だらちょっとあれじゃないか休み影響しすぎなんじゃん。そうかもしれないですわ。大だらさんなんか空が怖いので、ね、ちょっとシャキッとした方がいい。わかりました。しっかり下げてくれ。あーやべ。すいません本当申し訳ないです。ちょっと待って。みんな死んでどうしたの。ナミ軍曹どこだよ。ナミ軍曹頑張ってちょっと頑張れよ。ナミ軍曹が着々とポイント数をやばいこれ上げています。そうですね2人の合算ですから。そうですよ、うん、なので、まあ、波軍曹さえ頑張れば何とかなるんですよ、うん、後ろにいるから。はい、了解しました。ただいま、波軍曹の画面でございます。はい、あのカメラが切り替える次第お伝えしますから。あれこれちなみにあのワイプ画面、あの画面のワイプ出てると思いますけど、こちらの方があの玉木さんの画面で、ダイダラの画面になるとダイダラが映ってます。今もう速攻やられましたよ。パーン。いや、うっそ一発。これですね。これダイダラ。うめー。抜かれましたよ、今サクッと。おお、びっくりした。リンクしてます。あっちからね、うまいね、砂場で。うまい砂いる？公式生放送。ちょっと帰る帰る俺。後ろから行こう。あの人だった。倒したわ。倒した。やすい放送を目指して頑張っていきたいと思います。よし。玉木奈美さんね、ゲーマーなんでね皆さん、本当。いやそうですよ。玉木さんの画面にわかって言われるから。ね、感動するから。うわにわかって言われる。やばい上手すぎるよ。ね。でもまあ着実と離されてますね。着実そうですね。着実と離されてますねこれは。そうでしょう。ダイダラのせいでしょう。そうですね僕のせいですよ。でもこれチームが負けてもポイント数でいいんだよね。キル数のポイント数が2人足してこの番組中に、はい、どこどこまずは50行きゃいいってことだな。その通りです。そうなんですよ、うん、さあ、波平さんの調子はどんなもんなんでしょうか。ぼちぼちでんな。ぼちぼちでんな。ちなみに波平さん今ポイントどんぐらいなんですか。ちょっと待って今忙しい今忙しい今忙しい黙れ今11キル。お今11キルおやるじゃん。すげえ。え、だいだいだはゼロ。え、まだ出るの。嘘でしょ嘘でしょあ、1今やっちゃった。今からやっと温まってきた俺。やべ、もうちょっとここからちょっと待って、遅すぎじゃない。ちょっと待って、私もちょっと待って寒くてね。うわ、2キル。やばい、私がダメだ。ちょっとこれ、しっかりしてよ。かかってますからね、視聴者に、はい、T シャツのプレゼントとか。私、俺がプレゼントしちゃうからもう。お、あ、な、そういうこと言うの、ね、お前そういうことじゃないんだよ。いやまあでもね、やっぱ番組としてそうですよ、ちゃんと成立するようにね。後ろから、後から、あいいですね、いいですね。やべ、後ろさあ、今波、波軍曹、お願いします。行くぜ、はい、ダイダラよし、ついていきます。どこいんの。どうしてんの。噛み合ってるのか噛み合ってないのか分かんないですけど。なんかいたんだ。なんかいたっつってやる。さあ、今、波軍曹の画面ですね。グソの後ろに僕ついてます。ナミグンソどんどん猫背になってくるから。あ、でもだんだん追い上げてきてますよね。あナミグンソのダイダラ、あそこにいんだよ。ダイダラやつきた、やつきた俺が。ナイス。75ポイント取られたらダメだっけ。そう、もうダメじゃん。あと1ポイント。ラストキルは取られたくない。ラストキル、ラストキル取られてきてダイダラ。やだやばくない。ダイダラ行った。危ねー。ダメ。でもめっちゃ出ずったよ。めっちゃ出ずった。どうなった。はい、どうなったどうなった。私14キルで、うん、14キル、まあ、18デスしちゃったけど、うん、ダイダラさんは4キル。4キル何やってんだダイダラ。いやまあね、だいぶ稼いだ。でも番組のこと考えて最初は抑えといたんですよね。みんな、はい、キルデスを考えずに、うん、キルだけ見てくれたデスのこと見ないで。そうそう、キルだけ見てくれれば、ね、18デスの玉木さん。そうそうそうでもあのチームが負けてもあのお二人のキル数の、はい、キル数が、うん、50ポイントを目指してますから。玉木さん上手くないでよ、はい、うん、さあ、うん、いやダメですよ、デスが多い。そしたら、はい、ちょっともう早速まだやりたいでしょ。全然2戦目いきましょうか、うん、全然こんなことじゃないですから、はい、まだ番組中やりますから。じゃあ2戦目、2戦目に、はい、準備しながら、ちょっと CM の方、ご覧ください。はい、